はい、どうも皆さん、こんにちは、SEKです。それでは今回なんですけども、10月 D 払いお買い物ラリーで最大 50% 還元、コンビニ、ドラッグストア、飲食店などで3加盟店以上利用でお得にということで、今回は D 払い10月のお買い物ラリーについてお伝えしていこうと思います。まあ10月に関してもですね、かなりお得となってますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは、行ってみましょう。ということで、こちらですね。D 払いお買い物ラリー、対象3加盟店以上での D ポイントカード提示プラス D 払いで D ポイントプラス 50% 還元ということですね。今回9月の時のキャンペーンであれば 30% までだったんですけども、今回は1加盟店プラスアルファなってさらに 50% 還元という結構やばいですよね。で、期間なんですけども、10月の1日からスタートしまして、10月の31日土曜日までとなっております。まあ今回はですね、D ポイントカードを提示の上、D 払いで支払うと、D ポイントの還元率がアップということなんですけども、1加盟店のご利用で 10%、2加盟店のご利用で 30%、そして3加盟店以上のご利用でプラス 50% 還元まで受けることができるということになります。10月のお買い物ラリーに関してはですね、支払い方法が若干変わってます。まあ、プラスアルファ加わったという感じなんですけども、それが今出てる通りなんですが、ステップ1として、お会計の前にですね、D ポイントカードをまず提示します。これはモバイル D ポイントカードでもいいですし、もう普通にカードタイプの D ポイントカード提示、どちらでも OK です。それを行った上でステップ2、D 払いで支払うという流れになります。なので、これをしない限りは、50% など還元受けることができませんので、注意をしてください。で、気になるですね、10月のお買い物ラリーの対象加盟店ということで、まあ、ざっとジャンルとして5つぐらい、まあ、6つぐらい分かれてます。コンビニ、ドラッグストア、グルメ、ショッピング、ネット、蒸気以外ということなんですけども、簡単に紹介していこうと思います。まずはコンビニのジャンルからなんですけども、ローソンとファミリーマート、他にもですね、下にも出てる通り、暮らしハウス、38、生活雑貨、ポプラ、ローソンストア100も対象ということですね。まあ、コンビニが入ってるのちょっと嬉しいですよね。次はドラッグストアなんですけども、サツドラ、松本清、薬王堂っていうんですかね。あと、ここからファインも対象と。で、今お伝えした以外もざっとこんな感じとなってます。次はグルメのジャンルですね。かっぱ寿司やガスト、すき家という感じで、まあ、結構ですね、飲食店関連に関しては、まあ、すごい量が多かったんですけども、今回もですね、先月から対象となりました、ミスタードーナツも今回対象となりますので、まあ、ミスタードーナツ独自のまあ、キャンペーンとかがあれば、それと組み合わせても結構お得なのかなと思います。次はショッピングのジャンルなんですけども、まあ、これショッピングって、まあ、結構ですね、いろんなジャンルが入ってます。まあ、出てるように、高島屋とかエディオン、東急ハンズ、上信、山屋、大桑、野島という感じで、まあ、家電量販店であったりとか、ちょっとしたスーパーなども入ってます。そしてネットのジャンルなんですけども、今回はメルカリが対象となります。で、ちょっと米印で下にも出てる通りなんですけども、対象加盟店は順次追加予定をしてますということになりますので、まあ、ちょっとこれが10月からスタートして他に加わるかどうかっていうのはご自身でぜひチェックしてみてください。で、もしですね、メルカリと今回のキャンペーン組み合わせる場合は、毎週土曜日お得な D 曜日というのがですね、D 払い開催されてますので、金曜日と土曜日開催されてます。なので、さらに還元率をアップさせたいという場合は、この金曜日と土曜日を狙って、メルカリにて D 払い決済っていうのは結構ありだと思いますね。他にも蒸気以外というジャンルにあったんですけども、ここはまあジャンル問わずカラオケの鉄人とかビッグエコーであったりとか、あとは一部のホテルとかでも使えることができますので、まあぜひですね、ご自身でこのお店、ここの場所は使う予定があるっていうことであれば、期間中はぜひ D 払いを使ってみるのもありだと思いますね。で、残りの細かいところなんですけども、簡単に分けております。まずは D 払いキャンペーン恒例のエントリーが必須となってますので、まあ、先にキャンペーン参加する前にですね、エントリーを行ってください。で、先ほどもお伝えしたように、今回はここが必須となります。お会計の前に必ず D ポイントカードを提示、その後に D 払いで決済。ここは忘れないようにお願いします。まあ多分ね、普段からローソンとか利用されている方であればもう癖づいてるとは思うんですけども、対象加盟店でも同じように必ず D ポイントカードを提示、その後に D 払い決済。もうこれを絶対忘れないようにお願いします。これ見ていただきたいんですが、D ポイントカードの提示で通常ポイント、税抜き200円につき1ポイントなど、加盟店によって異なるが申請されるお支払いが対象ですということでしたので、例えばコンビニとかだと10円20円とかの少額のお買い物をしても、この200円につき1ポイントがもらうことができませんので、そうするとその D ポイントカードを提示しても、提示したことにならないということになるんですよね。なので、あくまでもこの D ポイントカードの提示でポイントがもらえる条件を満たしたら OK ということですね。まあ簡単に言うと税抜き200円につき1ポイント、これクリアすれば OK です。次に付与上限なんですけども、2000ポイントまでとなってます。これは D ポイント期間用途限定がもらえるということなんですけども、実際にどれぐらい使ったらいいのかっていうところなんですが、ざっと出しております。じゃんということで、こんな感じですね。まず1加盟店だけ、もうずっとその場所だけで使い続けた場合だとしても 10% 還元。これは2万円を使ったら、付与上限の2000ポイントに到達します。次に2加盟店の場合は 30% 還元になるので、6666円分使ったら、付与上限の2000ポイントに到達します。そして今回の新たに加わった3加盟店以上利用した場合は 50% 分の還元を受けることができますので、実質4000円分お買い物をしたら付与上限の2000ポイントに到達するということになります。なのでもうこれ普通にね、3加盟店使った方が、安く上がるっていう言い方も変かもしれないんですけども、どんなお店で使うかっていうのを目処がつけることができれば、もう3加盟店サクッと使うのが一番手っ取り早いのかなと思います。そして付与時期に関しては2020年の11月末以降順次ということになりますので、これもね、D ポイントなので、忘れた頃に付与されるのかなという感じですかね。一つ、気をつけてほしいのは D 払いの支払い方法ですね。今回支払い方法の条件として、電話料金合算払いであったりとか、D カードの支払いであったりとか、D 払い残高から支払った場合は対象となります。ですけども、キャンペーンの対象外となるのは、D カード以外のクレジットカードを D 払いにセットしてた場合ですね。例えば今だと、ビザ、LINEPay、クレジットカードをセットして使うことがお得なんですけども、その場合だとキャンペーンの対象外となります。そしてね、よく僕が動画でも取り上げてる D カードプリペイド、これもね、ちょっと前ぐらいからもう対象外となってるんですけども、今回も D 払いのお買い物ラインに関しても対象外となってますので、これらに関しても気をつけてください。で、念のためですね、おさらいがたら D 払いのお買い物ラリー、このプラス 50% 還元を受けるための条件というのがですね、どんな感じになるのかシミュレーションしていこうと思います。例えばなんですけども、ローソンでお買い物するときですね、そのローソンのみで1回利用した場合なんですけども、じゃんということで、プラス 10% 還元ということになります。これは結構わかりますね。次に、ローソンの A 店舗で1回以上利用して、そしてローソンの B 店舗で1回以上利用した場合、この場合の還元率なんですけども、じゃんということで、これでプラス10% 還元となります。なのでね、ローソンでも他の店舗で使ってもとりあえず 10% 還元しかならないので、ここも間違えないようにしましょう。次ですね。ローソンで1回以上利用して、そしてファミリーマートでも1回以上利用した場合、この場合の還元率なんですけども、2加盟店以上になるので、プラス 30% 還元となります。ここまでは前回のキャンペーンと同じですね。で、今回この3店舗ということで、ローソンで1回以上利用して、ファミリーマートで1回以上利用すると。で、ガストで1回以上利用した場合、この場合の還元率は、じゃんということで、プラス 50% 還元となります。なのでね、先ほどもお伝えしたように、条件はそんなに高くはないので、3加盟店、1ヶ月の中で、この3つクリアすれば、50% 分の還元を受けて、なおかつ、4000円しか使わなくてもいいので、この方法の方が結構お得なのかなと思います。今回も多分このページ出てくるとは思うんですけども、これは9月の分に関してのお買い物ラリーのページですね。実際自分が 30% 分の還元を受けることができるとか、そのチェック方法なんですけども、公式ページにですね、こんな風な毎月開催 D 払いお買い物ラリーということで、還元率をチェックするページっていうのがちゃんとあります。ここですね、現在の D ポイント還元率を確認するというところでですね、クリックしていただくと、こんな感じに、おめでとうございます。あなたの現在の対象お買い物ラリーは対象店舗数2加盟店以上です。D ポイントプラス 30% 還元ということでしたので、もし10月からね、参加される方に関しては、3加盟店以上クリアした場合は、ここがプラス 50% 還元という風に出れば、しっかりと条件クリアということになるかと思います。でですね、今回の公式ページにもあって、結構テンション上がったんですけども、なんとお買い物ラリー11月も実施予定ということでございました。いや、ほんとね、今8、9、10ぐらい、続いてるという状況で、8月も9月も結構激アツだったんですけど、それに加えてね、10月もかなり暑いということで、そこから11月もこれ以上のキャンペーンを出してくるとなると、いや、結構すごい楽しくなってきたなっていう感じはしますよね。どんなジャンルが出てくるかっていうのはちょっと気になるところではあるんですけども、また10月の末までちょっと楽しみにしておきたいなと思います。でですね、ここまでお伝えして、ちょっとまだ D 払いを使ったことがないという方がいらっしゃいましたら、今回もこのタイミングで使うのがベストかなというふうに思いまして、それが今出てるこちらなんですけれども、D 払いを初めて利用される方全員に D ポイント最大で2000円分もらうことができるキャンペーンっていうのも絶賛開催中です。内容めちゃくちゃシンプルなんですけども、まず特典1として、街のお店で初めてのお店で利用した場合は1000円分の D ポイントをもらうことができて、次にネットのお店で初めて利用した場合は、1000円分の D ポイントをもらうことができます。なので、まあ、条件を満たして全部クリアすることができれば、最大で2000円分の D ポイントの期間用途限定もらうことができますので、ちょっとそろそろ D 払い始めてみようかなっていう方がいらっしゃいましたら、このタイミングでインストールして使ってみるのもありだと思います。まあそんなこんなで今回は D 払い10月のお買い物ラリーのキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。ほんとね、まあ8月9月に比較すると還元率が 30% から 50% にアップしてるプラス、まあ参加名店、そして D ポイントカードの提示っていうのがですね、新たに加わってるので、まあそこは初めて参加される方はですね、間違えないようにしっかりとチェックした上で参加してみてください。まあ先ほどちょっとお伝えしてなかったんですけども、ちょくちょく僕が動画で上げてたマイナポイントですね。まあ、D 払いもマイナポイントに参加してるので、その時のタイミングで D 払い残高にですね、銀行からチャージされた方とか、この残高の消費が困ってるっていう方がいらっしゃいましたら、このタイミングで使うのがベストかなと思います。まあ、僕はもうその D カード持ってないので、今回の還元のキャンペーンで、まあ、4000円分しっかりと使おうかなという感じにしております。で、まだ D 払いのアプリインストールされたことがない方いらっしゃいましたら、下の概要欄にですね、インストールするリンク貼っておりますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。